はい、原沢です。伊賀野の花畑です。はい、今日ちょっと仕事のついでに寄ってみまして、今ちょこっと作業しました。で、コキアが大きくなっております。先ほども観光客の方が、2組ぐらいかな、5、6人で、見ていって、あそこのブランコとかで遊んでました。はい、大きさ的には今そうだな、この辺の分が大きいのかな、私の股下ぐらいなんで、ほぼ1メートル80弱、75ぐらいかな。はい、まあ大きさ的には割とこの辺はね大きくなってますね、時期。ただもうねそろそろ花が咲き始めたところがあって、ちょっと行ってみますね。こんな草だけど花が咲くんですよ。まあ種がつくんだからそうなんですが、この辺かな、ちょっと色味が一本だけ違って、はい、ここに細かく花がつき始めました。まだつぼみかな、ちょっと目が全然見えないんでわかんないんだけど、はい、ちょっと色味が違って赤っぽいくなってるのがわかるかと思います。この軸というか茎がね。はい、暑い。こちら側は若干小さくてあれだけど、なんでだろうな、こっちがね。まあそれもそれで可愛い気はしますが、内緒、ここが一番出来がいいみたいです。はい、今日何人も来て作業しております。でここら辺にこれから匠の里にあるわらのバス、去年来てたのかな、またこちらに来るそうで、今日このテーブルの移動作業をやっておりました。はい、こちら聞くね。はい、皆様ぜひ、夏の暑い最中ですが、今日はお盆の12日、まだお盆に入らないけど、はい、作業してます。ぜひお越しくださいませ。今日は雲が多くて割と涼しめです。